それではお願いいたします。はい、私のから何点か冒頭資料等によりまして報告をさせていただきます。1点目、硫黄山の関係でありますが、硫黄山河川白濁対策協議会の設置ということであります。先日霧島山火山対策本部会議を開催をいたしました。そこで設置をすることとしておりました、地元や国の出先機関、学識経験者等々ですね、実務的な調整を行う協議会ということで、まずはこれは宮崎県内の関係者による協議会でありますが、設置をし、明日えびの市においてですね、第1回の会議を開催するということであります。国の関係省庁ともより密に情報共有、また連絡等を取りながらですね、ワーキングチームとして動かしていこうということであります。またここにもありますように、宮崎大学にも参画をしていただけるということで、地域の関係者が一体となって、この河川白濁等に対してですね、対応していく。また鹿児島県からもですね、この中に要員を派遣していただくということで、両県の連携も取りながらということであります。また昨日、新燃岳、これ38日ぶりということでありましょうか、噴火が生じております。これに対する降灰、この風向きの関係で都城、日南方面等であったかというふうに思います。被害に遭われた地域の皆さんには心からお見舞いを申し上げ、灰による農業を含めたいろんな影響については、しっかりとこちらについても見極めをしながら対策を行っていく必要がある。特に収穫期を迎えた農作物というものがどういったものがあるのか、そしてどういう影響が生じているのかというのはきめ細かく見ていく必要があろうかと思います。この上を本部会議でも申し上げました、この霧島山というものが地下のマグマがつながっている中で、新燃岳、そして硫黄山ということで全体として活動が活発化をしている。どちらで噴火をし、またさまざまな活動が活発化するか、またそれによる地域へのさまざまな影響というものが今後想定をされるところでありまして、しっかりと、この対策協議会もそうでありますが、関係者が連携をしながら一つ一つ対策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。昨日はえびの市にですね、磯崎農林水産副大臣が視察をいただきました。国としても他の省庁と連携をしながら、万全の対策を取っていきたいと、そのように現地を見ていただいた上で言っていただいたところでありまして、引き続き連携を密にしながらですね、この危機対応というものを図ってまいりたいというふうに考えております。これについては以上であります。2つ目でありますが、31年度の国の政策予算に対する提案要望ということで、来年度の国の予算編成でありますとか、さまざまな施策の立案に対して、本県からの提案、要望というものをこの時期に行っているところであります。しばらく前は夏の時期であったわけでありますが、なるべく早く本県の要望というものを伝えていこうというようなことでのこの時期に行っているということ、それから項目数としては24項目、昨年度と同じ項目であります。これもですね、数年前は70項目、60項目、大変多い項目がありましたが、ポイントを絞って、お手元にありますような冊子としてですね、提案要望ということで、取りまとめて、私も要望活動、そこの今後のスケジュールというところで、あります。私自身の要望、それから関係各部局長による要望、でこの24項目以外の個別案件についてもこの期にですね、行っていくということとしております。本件としては非常に重要なテーマを取りまとめたところでありますが、少しいくつか紹介をさせていただきますと、そうですね、資料2の、項目1をご覧いただけますでしょうか。項目1、真の地方創生の実現についてということであります。今朝も町議で議論したところでありますが、この人口減少の状況、足元の調査結果というものが、われわれが計画を作ったとき以上に加速をしている、大変危機感を持って取り組む必要があるということでございます。しっかりと本県としても取り組んでいくということをまた議論し、また今後さらに進めていきたいというふうに思っておりますが、今回の町創生というのは、地方がそれぞれの取り組みをするということだけではなしに、国全体としてもこの東京一極集中の是正に向けてより強力に施策を進めていきたい、いただきたい、そのような内容がこの提案要望に書いてあるところでありますし、
地方の取り組みを後押しますさまざまな交付金の活用等についても、またふるさと、企業版ふるさと納税についてもですね、より柔軟な対応というものを、制度的なものも含めて、見直しも含めて求めてまいりたいというふうに考えております。それから項目3を見ていただけますでしょうか。私から3点ほど紹介をさせていただきます。その2点目でありますが、項目3、産業人材の育成確保に向けた取り組みの推進について、これも県内さまざまな産業分野での人手不足感が広まる中、また若年層の県外の流出というものが多いという中で、そこの円グラフにもありますような、7割の企業が人手不足を感じているという状況がございます。非常に危機感を持ってですね、これも産業人材育成確保に向けて本県として取り組んでまいろうというふうに考えておるところでありますが、国においてもこの右側下にありますような提案要望、さまざまな支援措置の充実というものをお願いをしてまいりたいということで考えております。私から触れる最後の項目でありますが、24番、先ほどお話をしました霧島山等の火山活動による被害への支援等についてということであります。これについてはこれまでも対策本部会議等で取りまとめた、また個別に私も大臣のところなどへですね、要望活動を行っている内容であります。これは現在進行形でさまざまな活動、またそれに伴う影響というものが生じております。特にこの硫黄山関係に伴うこの営農への影響というものが非常に大きな、また長期的な、中長期的な対応も必要になってくるのではないかということを考えているところでありまして、今回の提案要望活動の中でも一項目を立てて要望を行ってまいりますが、今後随時必要に応じてですね、より国と連携をしながら密に対応を図っていきたいというふうに考えておるところであります。3点ほど紹介をさせていただきましたが、この要望内容の詳細につきましては後ほど時間を設けて担当課長の方から説明をさせていただきたいというふうに考えております。先ほど言いましたように、本件にとりまして重要な項目について24項目絞った、またそれ以外の項目についてもですね、この機に、ね、お話をしていきたいというふうに思っております。またこの提案要望活動 の意義として私が感じますのは、こういう要望を持って実際の国の担当部局長とかですね、課長とかに会う、その時に宮崎の実情をお伝えする、そのようないい機会になるというふうに考えております。こういう機会も通じながら本県の実情をお伝えをし、また具体的な提案についてもですね、これまでもいろんな形で実現、また改善に結びついたものもありますので、積極的にこういう機会というものを活用してまいりたいというふうに考えております。3点目であります、東京オリパラに向けたということであります。東京2020に向けた応援プロジェクトインスポーツランド、6月1日2日ということで、このようなフォーラム、また柔道教室を行ってまいりますということで、お手元に色づいのチラシがいっておるかというふうに思います。これまでもフラッグツアーでありますとか、さまざまなこの公認のですね、公認の公認プログラムとしての事業に取り組んできているところでありますが、この6月1日2日は日本経済新聞社さんとの連携のもとにこのような事業を仕組んでいるということであります。スポーツランド宮崎としてこの2年後の東京オリパラというものは非常に大きな重要な機会だというふうに考えております。また県民を挙げてその機運を盛り上げていき、さまざまなおもてなし、また体制を整えていくというきっかけに結びつけていきたいというふうに考えておりますので、ぜひこのフォーラム、それからもちろん柔道関係の皆様はですね、少年柔道教室への参加などをお願いできればということで、報告をさせていただきました。最後、4点目であります。先日の当園農業博覧会の出展等についての結果ということで、お手元に資料を取りまとめております。40日間について行われたこの当園の農業博覧会、当園市というのは昨年ですね、宮崎と友好交流協定を締結をした新竹県と並んでですね、この今2つの自治体と台湾では交流協定を結んでおりますが、農業の博覧会が行われているということでお声掛けをいただき、宮崎県としてもそこにありますように、2週間ですね、
私も参加しましたが、試食、宮崎牛の試食のイベント等ですね、参加をし、またはさまざまな県産品について試食販売なども行ったということであります。宮崎牛に関してはその3の括弧4にありますように、向こうの乳酪タンですかね、牛肉スープ、地元のそういう料理の中で宮崎牛と地元の肉を使っての対決、まあ、そういう形で、参加者それからいろんなメディアの注目も集めるということでの PR を行ったところであります。台湾へは日本からの和牛の輸出が再開をされ、宮崎牛は一番乗りをして、そして非常に注目も高まっている中でのこの農業博覧会での、宮崎牛も含めた PR をさせていただいたということであります。今後ともこういう交流協定を活用しながら、そういう物産のアピールというものをですね、積極的に取り組んでいきたいと思います。今回、いろんな物産のアピールをした中では、清涼飲料水だとか、漬物だとか、やはり鑑賞、そういったところへの関心なり、人気というものが非常に高かったという報告を受けているところであります。そういう反応も受けながら、そして、今回の出展を機に、いろんな向こうの関係業界、輸出業者との関係も作っているところであります。そういうきっかけにしていきたいというふうに思っております。桃園市とはこれ以外にも、子どもたちを行ったり来たりということでの交流なども行っているところです。スポーツなり文化を通じた交流なども行っております。また新竹県とは先日行われましたストリート音楽祭の時に新竹県から中学生がですね来て、吹奏楽地域の皆さんとの交流、それから宮崎学園のとの合同演奏会なども行われたところであります。せっかく結ばれたこういう交流協定というものを生かしながら、グローバル戦略にも結びつけていきたい、そのように考えているところであります。はい、私から冒頭以上であります。それではすみません、監視者から質問させていただきます。硫黄山関連なんですけれども、昨日磯崎副大臣が来られたと思うんですけれども、現在水道関係では農業共済で 35% の補償ということで調整が行われていると思うんですけれども、その他国からの支援策といいますか、それは大体いつぐらい、今現在どのような回答が来ているかということと、今後どのような形で国から示されるかということについてお伺いしたいと思います。さまざまな添削奨励でありますとか、いろんな支援メニューというものを活用することができる、そういう方向性については斉藤農林水産大臣からですね、この前示していただいたところであります。その内容をより詰めながら、またそれにプラスをして県であったり地元市であったり、また JA も含めた関係団体であったり、どういう支援が必要なのか、それを今整理をしているところであります。それを踏まえて今後どういう選択肢があるのか、飼料用の稲を作るだとか露地野菜を作るだとか、今回は営農を見送って、ただ水田の補助管理を行う、そうするとそれに対するいろんな支援というものもあるわけであります。そういういろんな選択肢がある、いろんな支援メニューがあるということをですね、引き続き、国とも協議を調整をしながらそれを示していく。そして県も先日の対策会議でですね、早ければこの6月補正も視野に入れながら補正対応ということもあります。今並行してそれぞれいろいろ動いているところでありますので、それを分かりやすくお示す情報提供できるようにですね、その作業を急ぎ、また農家の皆さんの意向というものをしっかり伺っていきたいというふうに考えております。それは関連して他社さんから質問をお願いします。はい、すいません、宮西、宮西新聞の久保と申します。明日その対策協議会が開かれるということで、対策、この先日開かれた対策本部と今後、設置を進めていく鹿児島との連絡協議会で、3段階で会議というか作られていくと思うんですけど、それぞれの位置づけというか、どういう役割をやっていくのかというところです。はい、
この前の本部会議はこの硫黄山も含めて霧島山全体のまた幅広いテーマについて全体を統括進めていくというのが本部会議であります。今回のは硫黄山の河川白濁の問題、それに伴う営農、まあ、観光面もあるかもしれませんが、それについて先ほど言いましたよりワーキンググループとして情報共有をし、まあ、鹿児島もそこに入っていただくという話もしました。それで関係省庁と随時情報共有また意見交換をしていく、そういうチームとして設置をするものであります。今後設置を進める鹿児島との連絡協議会はどう関わっていくんですか。そうですね、鹿児島との関わりの中で鹿児島も入った形の全体の協議会を作るのか、それともこの協議会に今言いましたように鹿児島の職員の方にも入っていただくわけでありますね、そういう形の情報共有をしていくのか、ちょっと組織の形としてどうなっていくかというのはちょっと未定でありますが、まずは必要なワーキングチームを立ち上げていこうというのがこの協議会であります。これがさらに拡大をする可能性もありますが、これはこのまま設置をして鹿児島県としてはそこに要員職員を派遣して情報共有することで進んでいくということに今後ともなるの可能性もあります。そこはちょっとまた未定です、はい、その最終的な国への要望とか県の方針を決めるのは対策本部になるという意味です、はいはい、ありがとうございます。はい、すいません、関連で宮西です。ちょっと細かい部分になるかもしれないんですが、この会議の規模といいますか人数的にはどの程度になるものでしょうか。はい、はい、失礼します。危機管理課でございます。資料の中の参集機関を書いてございます、県と市と国関係団体等ということで、こちらに書いてある所属が一応その構成メンバーということになるかと思います。29あった、あ、すいません、失礼しました、38ですね、失礼しました、38ございます、はい、それぞれから課長、まあ、そういう課長級の方が来るっていうこと、はい、わかりました。その、ま、はい、はい、一応課長レベルということで、はい、実務責任者としての課長レベルということで考えております。この会議には知事は参加するわけではないんですか。まさに本当に実務担当者が、まあ、随時連絡を取りながら動いていくワーキングチームとしてでありますので、私自身がそこにメンバーとして参加するということではありません、はい、すいません、ちょっと補足でございますけれども、総合政策課でございます、全体の座長というかですね、取りまとめをですね、総合政策部長ということにしておりまして、その下にですね、県の方は課長級の職員が、まあ、連ねるということでございます。で、美濃市もですね、それぞれの課の責任者の方々と。で、国の出先機関につきましてもですね、そういった形で責任のある立場の方々にですね、ご参加いただくということでですね、構成メンバーを作っております。宮西務です。宮崎大学の役割というのはどういうふうになっているんでしょうか。はい、河川白濁の水質浄化も含めていろんな形での専門的技術的な形での助言を行っていただきたいというふうに考えております、まあ、宮崎大学の中でもまた関係の先生方によるチームというものも検討しておられる、まあ、そのように話も伺っているところでありまして、まあ、大学のそういう高等教育機関としての知見というものをこの我々行政またそういう実務とですね連携のもとに生かしていこうと、まあ、そのような形での参画ということになろうかと思います。宮崎大学も独自に調査をしてその結果を、まあ、こういった対策協議会などで反映させていくということなんですか。独自の調査ということになるのか、それとも本県が行っておりますさまざまな河川のいろんなデータありますですね、そのデータを共有をしていろいろアドバイスをいただく、そしてその調査の仕方についても技術的な助言をいただくということも考えられようかと思います。はい、南の方針です、はい、協議会の一応枠組みの念のための確認なんですけれども、先ほどのご説明で総合政策部長さんがいわゆる協議会会長という形で設置するという理解でよろしいんでしょうか、はいはい、であと参集機関などで知事の方から鹿児島県からも参加されるというお話だったんですけど、はい、一応メンバー的にはちょっと入ってなさそうなんですけどオブザーバー的に今回は入るという理解でいいんでしょうか。常に情報をこう共有するということで入っていただく、まあ、それが正式メンバーとして位置づけるのかどうか、まあ、そこまでかっちりしたことを決めているわけではありません。
はい、で少なくとも第1回のこれについては、まあ、オブザーバー的な形で参加されて会議で共有されるという理解でよろしいでしょうか。はい、はい、すみません、総合施策課です。また補足ですけれども、総合施策部長はですね、一応全体の協議会の座長という形でですね、一応全体の取りまとめというか総括をするということにしております。それからですね、ここに書いてある表以外の方につきましてはですね、必要に応じてまあ参加していくと、参加を求めていくという形になりまして、鹿児島県側につきましてもですね、話す内容、今回はまあ立ち上げですので宮崎県内の機関が中心になって立ち上げていきますけれども、今後鹿児島側と調整をしつつ段階ではですね、鹿児島側にまあ必要な方の参加をですね、求めていくという形でですね、開催していこうというふうに思っております。まあ、関係機関が多いということもあります。また鹿児島宮崎医療圏にまとがるものの中で、まあ、かっちりこう今まで通りこう組織を作ってそこから動き出すというよりも、もう本当にまあ、動きながら、そして随時必要に応じていろんな形を変えていきという意味での協議会というふうにご理解をいただければと思います。また学識経験者についてもやっぱり必要に応じてさまざまな分野の方に随時、その時々に応じてですね、ご指導いただく、そういうこともあろうかというふうに思います。はい、すみません、ちょっと確認なんですけれども、その宮崎の提案要望の中の、はい、まあ、岩山関連の部分なんですが、はい、あ、岩山、霧島山関連の部分なんですけれども、はい、その、まあ、31年度の、まあ、政策予算というところではあるかと思うんですが、項目としてはそうなっているけれども、まあ、補正とか、まあ、前倒してできる部分はどんどん求めていくようなスタンスということなんですか。そうですね、はい、そこはご指摘の通りであります。今県全体を見渡してこの24のうちの一つの項目になるぐらい非常に重要な項目でありますが、じゃあそれは31年度のものだけということではありませんで、随時、いろんな、まあ、予算も含めた対応というものをですね、また支援というものを求めていきたいというふうに思います。すみません、この要望の関係でもう一点別で質問なんですけども、社会資本整備の、まあ、項目もあるというところなんですが、はい、先日財務省の4月 の、 財政制度等審議会で、財務省の資料の中で日本の社会資本が外生しつつあるというような表現があって、ちょっと気になっているところなんですが、その予算編成が来年度厳しいのかなという感じも受けたりするんですけども、この財務省の表現の受け止めと、まあ、改めてその中でどう求めていくかというところを教えてください。はい、まあ、少し全体の議論であったり、どうですね、そこを正確に全体を把握しているわけではありませんが、そこで外政しつつあるというものが、何やらもう必要なものはほぼ整備が終わったかのようなイメージを与える言葉が使われていることについて、少し、まあ、衝撃を受けております。我々は高速道路のミッシングリンクも含めて、また防災対策のさまざまな整備も含めてですね、まだまだ社会資本整備進めていくべき部分、特に宮崎は残念ながら遅れている部分が多いというふうに考えておりますので、そこに対する目配りというのはですね、引き続き、まあ、こういう提案要望の中にも項目としてですね、入っておりますが、まあ、強く求めていきたいというふうに考えておりますし、これまでいろんなところで我々が主張しておりますように、まあ、遅れているからこそといいますか、この道路も含めた交通インフラの整備が進むことによるいろんな効果というものが如実に出ているというのが今本県の実情ではないかというふうに考えております。まあ、ぜひこういう、まあ、外政という、こう本当にはよくピンとこない言葉で、もう終わってるかというような形で総括をされるのではなしに、こういう地方への目配りというものを強くお願いをしたいというふうに考えております。関連項目でご質問は他にございませんでしょうか。それでは関連項目以外でご質問をお願いします。まあ、NHK です。はい、まあ、関連というか岩山の関係なんですけど、はい、一応ちょっと幅広く質問させてください。はい、まずいまいちまだはっきりしてないその長井川水系の原因究明のところなんですけれども、はい、その白濁水系の原因究明の進捗状況と
そのどのように進めていこうというお考えなのか、そのあたりを教えていただけますか。はい、この前国総研、国の専門家土木研究所を来ていただきました。その調査結果が整理されて出てきたというと、まだ報告は受けておりません。そういう国の専門家なりの分析、またさらなる調査が必要なのか、そういうところを含めてその原因究明というところがなされていくというふうに考えておりますので、そこはそれを待ちたいというふうに考えております。そうするとその後の対策というところもそこから見えてくるということになるんでしょうか。根本的な対策としてはそこを見極めることが必要になってこようかというふうに思っております。あとですね、先日国にも要望行かれたと思うんですけれども、はい、その際は緊急対策が中心だったと思うんです、はいはい、でそのちょっと長期的なところの視野のお考えを伺いたいと思っていまして、その大掛かりな対策などももしかしたら必要になってきそうな感じになっていますけれども、その中長期の対策としてはどういったことが必要とお考えか、そういった中長期対策への国の要望活動を行うお考えがあるのか、そのあたりをお聞かせいただけますか。はい、今のその原因究明とも関わってこようかというふうに思います。そのある程度整理ができたときに、それを踏まえてのいろんな具体的な要望なり提案というものはその時点で出てこようかというふうに考えておりますが、今の時点で例えば農業で言いますと、当面今回の営農というものをどう考えていくのかというのは、さっき言いましたようにいろんな選択肢があろうかというふうに考えておりますが、来年以降のこの営農を考えたときに、じゃあこの水系の水を本当にそのまま使えるのかどうなのか、まず分からないというのがあります。それで万が一使えないということも想定したときに、新たなその水源ですね、それをどういうふうに考えていくのか、それが地下水なのか他のところから引っ張ってくるような、例えばハード整備工事も含めた対応が必要になってくるのか、昨日も副大臣が現場を視察をされたときに、そういったようなことも選択肢として考えられるのではないか、そこをよく整理をする必要がある、そのコストとの兼ね合いも考えながらというご指摘もいただいたところであります。今の原因究明、それから今後の活動の展開、それからそのさまざまな来年度以降の中長期的なものとしてどのような選択肢があり得るのか、こういったものをしっかりですね、今後整理をしていく必要があるというふうに考えております。まだ言えないかもしれません。今農業の話ありましたけれども、昨日実際海老野市長さんも同じような質問要望されていて、その要するに貯水池が水を引く整備の要望、ハード整備をされていらっしゃいましたが、そういったそのちょっと今お話重複してすいません、来年の稲作に向けたその課題とその、要望していくかどうかといったお考えは現時点ではどうお考えでしょうか。そこは来年の稲作を行う、水稲を行う場合の水をどのように確保できるのかということで、仮にこの水系が使えない場合の選択肢というものを今後見極めていく必要があろうかというふうに考えております。今言いましたように、地下水というものが利用できるのか、それとも他の水系からそれを調達をするというものが可能なのか。昨日話がありましたのは、長江川と仙台川が合流する地点がある、その上流の仙台川から何らかの形でこう堰まで引っ張ってくるだとか、そういうことがあるのかどうなのか、それは全然今整理ができている段階ではありませんが、そういう意味でいろんなこうアイデアを募りながら、またさまざまな水質分析の結果、今650個の影響というのがありますが、それが本当にそこまで全体なのか、もう少しそこは縮小するのか、いろんなところが今後またいろんなデータ、それからいろんな選択肢も含めて変動してくるというふうに思いますので、そこを見極めながら考えていく必要があろうかというふうに考えております。あと関連しまして、その転作の場合の支援なんですけど、はい、鹿児島県側がその転作を行った場合も水田並みの交付金を出すというような趣旨の見解を発表しているようなんですけれども、宮崎県側でも同様の対策を取るお考えがあるかなど、知事のお考えをお聞かせいただけますか。はい、それは前回 の国の要望項目の中にも入っているところでありまして、そこは大臣からも前向きなお話を、考え方を示していただいたものと受け止めております。ただそれが具体的にどのように支援があるのかというところは、少し実務的にまた連絡を取りながらですね、調整していく必要がありますが、本県としても同様のスタンスで、別の作物を選択をした場合のいろんな支援策というものの充実というものを、国と連携しながら図っていきたいと考えております。あと、海老野市さんがですね、はい、
職員のマンパワー不足などを課題に挙げてらっしゃるようなんですけれども、県から職員を派遣するとか支援のお考えなどはございますでしょうか。海老野市長からそういう申し出をいただいてあるようであります。これについて明日からですね、県の職員を現地に派遣をして、常駐のような形で常に連絡が取れるように、いろんな災害があったときにリエゾンということで国の関係機関が本部に常駐してというようなこともありますが、それに似たような形で、県と海老野市との連携を図るための職員派遣というものも明日から準備をしているところであります。何人でしょうか。1人です、はい、当面、農業分野に関してということで、はい、関係職員を今検討準備をしております。せっかくなので、激励といいますか、しっかりやってきてほしいというところを一言お願いできます。はい、これは対策本部会議でも郡司副知事の方から話がありました。さまざまな関係機関との連携というのが非常に重要になってくるわけであります。今日報告をしました協議会のような形での連携というのもありますし、職員が実際に現場で常駐する、特に農業分野、先ほど言いましたように今いろんな選択肢、またいろいろ考慮すべき事項がありますので、その中でも非常に重要な連携分野を担う役割だというふうに考えておりますので、しっかり役割を果たしていただきたいというふうに考えております。ちょっともうちょっとあるんですが、あんまり独占するのもあれなので一回切ります。すいません。はいはい、今ので補足させていただきたいんですが、派遣する職員というのは何かの どういう人が行くと思ったんですか。はい、それはまた 後ほど、はい、情報提供させていただきます。はい、すみません、知事、先ほどその農家支援の部分で、いろんな選択肢を示して、はい、早く示していきたいというところの部分なんですが、はい、先日の対策本部会議で、はい、25日が共済の締め切りとかいうような申し込みの締め切りというのがあったかと思うんですが、はい、そこら辺はこうスケジュール的に何かしら目処となるものなんでしょうか。その共済に間に合う、それに関しては海老野市もいろんな説明会を開いておられる、もちろん県もそれをサポートしながらですね、進んでおります。今の共済制度の活用に関しての、締め切りというお話であろうかと言います。それを活用するためのそういうデッドラインがあると、そこはしっかり地域の皆様にお伝えをするということもあります。それ以外のさまざまな転作をするのかどうなのかというのですね、他の作物をするのか、そういういろんな選択肢があるということで、これも、農家の皆さんのいろんなお気持ちもあろうかというふうに思います。今まで、稲作米しかやっていないのに他の作物は少し遠慮したいだとかですね、見送りたいという方もいらっしゃるでしょうし、せっかくであればこの機にいろいろやりたいという方もおられるかというふうに思います。そこはしっかり農家の皆さんの意向に寄り添う、そのためにもいろんな情報提供というものを我々ですね、随時行っていくことができ、行っていきたいと考えております。すいません、白濁した水のですね、はい、水質が改善していることについて知事の受け止めについては教えてください。そうですね、やはりこれは時間の経過、それから雨がかなり降ったということもあります。それによってそのような水質の結果が出ているというふうに考えておりますが、ただその元となる伊予山のさまざまな活動がもうすべて収束したということではありませんので、今後とも水位というのを注視する必要があるかというふうに考えております。でこの水質の状況のモニタリングというのは非常にこれ重要な課題だというふうに考えておりまして、今1週間ごとに今後とも行っていく、今5箇所ほどやっているということでありますが、さらに、そのもう少し状況も含めて、6箇所でですね、1週間ごとに、モニターを行っていくということであります。引き続きそこの注視しながら、それも本当この伊予山の活動の影響ということもあろうかというふうに思いますので、アンテナを張っていきたいというふうに思っております。すみません。
新作作物についてなんですけれども、はい、まあ、先ほど知事もおっしゃられましたけど、まあ、今までまあ米しか作られたことがないような農家がまあいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その中でまあ考えられるとしたらまあイタリアングラスであるとか、まあ、大豆とかあろうかと思いますけど、知事のお考えとしてはまあどのような作物とかをまあ提案されていかれますか。なかなかその専門的な知見を私自身が持っておりませんが、昨日も視察に行きましたときにあのイタリアンとか実際にあの植えてあるところを見ました。まあ、それ以外の、まあ、ほうれん草等の露地野菜というものがあるのかですね、はい、そこはあの専門的な立場 のそうですね、農林振興局であったり市と連携をしながらいろんなアドバイスをしていきたいと思っておりますし、これまでそういう作物を扱われたことのない方へのいろんな支援策ですね、講じていきたいと考えております。はい、すみません、宮道の村永と申します。はい、稲作に関連して、はい、エビの市ではあの米の食味ランキングで特 A を取っていて、はい、プロジェクトを組んで生産者をある程度定めて、はい、徹底した栽培管理をしてというふうに毎年されていると思うんですけれども、これについての何か影響であったり懸念であったりというのを現時点で聞いていたら教えていただけますでしょうか。そこは特に聞いておりません。今回はこの水質、まあ、稲作に適さない水というものを利用するエリアについてはその在り方を見直して、今回については見送るというような地域ですね。まさにこのエビの米のブランドを守るための決断をしていただいたわけであります。それ以外の地域、まあ、およそでありますけど、これが全体の2割じゃないかという数字もいただいておりますが、それ以外の8割のところはこれまで同様、まさに本県の代表する稲作地帯であるエビの米というものを作るわけであります。引き続きその特 A を目指してですね、より良いものを作るんだという、大変こういうこの地域の皆さんが作れないからこそ自分たちは頑張るという、その地域の皆さんの思いというものがあるというふうに考えておりますので、まあ県も関係機関と連携をしながらですね、より良いものを作っていく、そのブランド力を磨く努力というものをですね、引き続き行っていきたいと考えております。何か影響があるようなことはなく、もう今まで通り毎年通り取り組めるというふうなことは、はい、はい、ありがとうございます。すみません、よろしいでしょうか。先ほどお尋ねありました、職員の派遣でございますけれども、農政企画課中山間農業振興室の主幹を1名ですね、美濃市に派遣をいたしまして、リーゾンとして、ですね、働いていただくということでございます。明日から当面5月末までで、その後状況を見ながらまた考えていくというところでございます。以上でございます。はい、すいません、 UMK のゆきまるです。はい、ちょっと確認という点での質問になるんですけれども、はい、UMA の関連でその6月補正を早ければ支援のということだったんですけれども、はい、具体的にその支援の中身として考えられるものとしては、その転作に向けた支援だったりとか、今年稲作を見送った場合の水田管理の支援を、まあ、6月補正予算として県として組んでいくというような理解でよろしいんでしょうか。国であったり関係機関のいろんな支援メニューがあるかというふうに思っておりますが、それをさらにこう後押しするようなもの、また県として独自に支援をしていくもの、それを今整理をしているところでありますので、まだ具体的には私自身も頭の中整理しきれておりません。ただ、はい、じゃあ、まあ、想定されるものとしてこれっていう何か具体的なものっていうのはまだ言えないってことですよね。はい、総合政策部ですが、具体的に事業はまだ協議しておりません。ただお話のあった農業分野、それと河川関係の環境分野、そして観光を含めた商工分野、まあ、こういったものについては今検討中であります。これからまあ知事まで協議しまして、早急に固めていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。でちなみにその6月補正って結構もう近いものなんですけれども、なんかそこに近いですね、はい、実際問題その間に合わせるというようなことで、まあ、そのためにこの前指示をして、今まさに、はい、作業中であります。はい、しかるべきタイミングで、まあ、整理ができればですね、実際に計上するということになれば、
またしっかりとご説明をしたいというふうに考えております。ありがとうございます。皆さん他に、伊予山でちょっと追加なんですけれども、はい、ちょっと前回も伺って大変恐縮なんですが、なぜ今回の問題は長期化が懸念されていて、その対応が必要なのか、でそこに、県としてしっかり対応していかなければいけないと考えているのか、そのあたりのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。はい、この噴火活動によると思われる河川の、白濁であったり、水質の問題が生じているということであります。それは今年の営農だけではなく、場合によっては伊予山の活動が継続している限りですね、来年度もこの水系からの水が利用できなくなるのではないか。その時に、畑作等であれば別でありますが、やはりこの水系の水が利用できないとなると、水筒というのが非常に困難になるということでの、まさに我々では押し量ることのできないこの噴火活動の継続する中で、中長期的な対応が必要になってくるのではないかという認識であります。その中で、特にこの稲作、それからその稲わら等を活用するという意味でのこの畜産、本県を代表する稲作、また畜産地帯であるえびの市、そして鹿児島の仙台水系も同様であろうかというふうに考えておりますので、そのこれまでのそういう農業を築いて、そして頑張っていただいている地域の皆さんにですね、これからも営農をしっかり頑張っていただくというためにも、万全の対策というものを関係機関連携をして打っていく必要があるというふうに考えております。ちょっと、これまでの話にもなるんですが、その伊予山、今回今収まってますけど、噴火したときに県道1号線のすぐ真横で噴火したという経緯があったと思います。で、今は立ち入りできないと思うんですけれども、ここから噴気が上がっている状況で、その例えば、上がっている状況ですと、でこれに対する現状認識と今後何らかの対応が必要なのかどうかということについてのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。はい、引き続き伊予山全体として活発な状況というのは変わりはないというふうに考えております。今もそこから水蒸気が上がっている状況であろうかというふうに考えておりますし、そのマグマの地下における供給状況によっては、今回のような新燃えだけでの噴火ということもあったわけであります。それがマグマも伴うものになるのか、今伊予山では水蒸気噴火ということでありますが、それをさらにマグマも絡んだものになるのか、そういう、最悪の場合といいますかね、そういうこともイメージをしながら備える必要があろうかというふうに思っております。そのためには火山地震だとか微動でありますとか、地震 の隆起、隆起の状況ですね、地盤の隆起がしているかどうか、そういったところのモニター、そして専門家によるアドバイスというものをしっかり踏まえながら、まずはその安全というものに備えていく必要があろうかというふうに考えております。ありがとうございます。あと、その観光の話も聞かせてください。はい、伊予山の噴火に伴う地元関係者への影響、どう見ていらっしゃるかというところと、あとこういう機会でもあるので、前回も伺いましたが、風評被害防止のために一言地域からお言葉あればお願いします。はい、例えば今回のゴールデンウィークですね、天候にも恵まれる中で、今県内全体としては人出、観光客もですね、数パーセントプラスだったというような状況があるようでありますが、残念ながらこの県政地域というものは落ち込みがあったというふうに考えております。その数字を取ってみても、この伊予山の噴火、また新燃岳の活動が活発化している、霧島山のこの活動というものが、そういう観光面での影響というものがあったのではないかというふうに考えております。だからこそ先ほど部長も話をしましたが、観光面での対策、テコ色というのも補正対応も含めた検討というものが必要になってくるのかなという問題意識は持っております。先ほど言いましたような、火山 のモニタリング、そして専門家の知見を踏まえながら、噴火警戒区域の設定などもしているところでありますので、その区域外というところについてはですね、正確な情報を提供することにより、例えばえびの市全体がこう危ないんだとかですね、その噴火の影響を受けているんだとか、そういう状況ではあります。
まあ、そういうこともまあ、アピールしたいという思いで、この前少し触れましたが、今度20日の日に海老の京町温泉マラソン大会が開催をされます。そこに私も5キロの部でありますけど、今度参加をすることにしておりますし、まあ、いろんなイベントが今後とも行われるというふうに考えております。火山の活動も含めたそういう正確な情報をですね、これからも、まあ、県だけで私地元の市とも一緒になりながら提供していくということを考えていきたいと思います。最後に はい、冒頭話しあった新燃岳の話ももう一つだけ聞かせてください。冒頭ご説明ありましたが、まあ、荒廃によってその、まあ、どんな影響が今、まあ、懸念されていらっしゃるのか、それからそこに対して県としてもしっかりやっていきますというところをもう一言ご説明いただきます。はい、前回噴火した時もそうでありますが、農作物への影響、前回は椎茸、干し椎茸への影響をですね、私も現地を視察をして、拝見をしたところでありますし、それ以外の商工業者においても店頭に並べていたものに灰がかぶったりしてということを伺っております。まあ、昨日の荒廃量、相当な量があったということで、まあ、地域の皆さん大変大変な思いをされているというふうに思っております。まだ農業、それから商工業も含めてどういう影響があったかというところまでの報告というのは上がっておりませんが、しっかりとそこを見極めていく必要があるということ、そして農業等であればですね、必要な対策というものを、まあ、県としても、それで必要に応じて国への要望というものも行っていきたいというふうに考えております。前回の要望の後ぐらいがちょうどまたお茶の収穫の時期というような話も伺っておりまして、まあ、それはブロワー等でこう灰を吹き飛ばすことによって影響がないというような対策ということができているのか、そして今のこの時期が、まあ、お茶のみならず、先ほど言いましたように他の作物等へでどういう影響があるのか、そこはよく現場の実態を把握をして必要な対策を打っていきたいと考えております。はい、朝新聞です。伊予山の関係で、はい、今日は農水省の方で対策会議か対策本部っていうのが開かれるというふうに聞いたんですけれども、県として現時点で承知していることと、その農水省の開かれるその対策会議か何かに県も関与するというか入ったりされるのかということを教えてください。まあ、そこにその農水省の会議の中に県が入ったりということはありませんが、そこでの情報というものは随時我々も提供していただきながら、まあ、昨日も副大臣に現場を見ていただきましたし、さまざまな調査というもの、それから現場の意向というものも伝えているところでありまして、それを踏まえて農水省としてのさまざまな対策というものを検討いただくということなんではないかというふうに思っております。我々としても関心を持ってそのですね、情報を取っていきたいというふうに考えております。それでは各社さんよろしいでしょうか。それではありがとうございました。はい。